こんにちは、黒岡俊です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、フィルインの第2弾ということですね、ジャズのフィルインは果たしてどうかということですね。ジャズの場合は、フィルインの区切りとしてのフィルインっていうのは、これはやっぱあるんですよ。やっぱ8小節ごととか、32小節とかあるんだけど、で、ジャズの場合、往々にしてスルーします。そこ区切らない方がいいみたいなのがあって、ただ、最初のうちはもう自分のマイルストーンで、いわゆるその、なんかこう、区切りで、8小節ごとにフィルイン入れてあげた方が、特に初心者のバンドだったら、8小節ごとにフィルイン入れることによってみんなが、あ、ここが頭だみたいなのがわかるみたいな。うまくなってくるともういちいち言わないみたいな感じになってくるんですよ。で、まあ1番ね、この書いてみましたが、これだと、まあ譜面上は今3小節でフィルインだけ4小節やりますね。で、これが一番よく、これ左右、右左でもいいけど、左右である理由っていうのは、基本的にスイングっていうのは前の音が伸びるのね。だから。で、この深さっていうのはまた別の動画でやるんですけど、こう、深さって人によってまちまちなんですよ。そうすると、この右、これでもできるけど、やっぱり表が右、裏が左でやっといた方が、この跳ね具合の感覚はやっぱりキープしやすいんですね。だから左右。っていう形になります。じゃあ2番ね。2番は、これを、まあ3連、ワン、ツー、シー、うったたかた、うったーた、というシンコペーションを、まあ、よくやるのは右からオルタネと。ちょうど数が4個だからね。右から始めて、ちょうど最初のアクセント。ブレーキなんかはよく使います。これ、左、右、右、左でも、3ストロークで行っても全然構わないです。だから、3ストロークで考えるっていうのがさっきの1番の考え方に似てるかな。裏が左で。っていう風な形で考えてるってことね。で、これはまあいいんですが、こういう、この2種類。これか。もう2種類でいいっすよ。本当に。ジャズの場合は。だから僕この2種類があんま教えないですよね。ではまあ一応引き伸ばしとしては、やっぱり3連ってこう、ワン、ツー、スリー、フォー、せーの。頭からの3連ってジャズあんまりやらないんですよ。裏から押していく感じなんで、わざ、まあシャッフルみたいな。時はあえて表から行く感じがあるんですけど、モダンジャズになると裏からの方が多いですね。なのであえて3番作っときました。ワン、ツー、シー。これはもうオルタネートですね。ツー、シー。だから4番みたいなフィルインは、ビートがシャッフルみたいなイメージになる。シャッフルっていうのはタッカ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 って3連の真ん中抜きなのね。でもスイングってターク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 って伸ばすから3連合うんだけど、なんかフィールとしてはちょっと違うんです。やっぱりこう8分音符が変形した形なのね。だからパルブダブルダっていうフレーズなので、3連はハマるっちゃハマるんだけど、なんか他の人が、バディブディブディディディってやってるね。ダブリ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 で、ダブリブリディ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 、ダンダン、うんうん。こういう感じのフィルになる人が結構いる。3連が合うんだけど、なんか異次元な話してる感じしないですか？だから、オルタネットやるときもアクセントが、シンコペーションブックなんかをやっておくと、8分音符のメロディーになるから、アクセントがね。だから、バレ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 ってやると、ダウダウダダブデデブデデっていう風になるから、だから合うのね。でも、3連よりは、やっぱ8分の流れの方が、つまり僕のやってるターム、こういう、ターム ABC、例えば。感じの方がメロディに近いでしょ。だからそういうシンコペーションブックとかタームみたいなやつを合わせて、とかにする方が流れは綺麗になるのね。で、6番書いといたんですけど、これは要はコンピングっていうのはメロディに対する合いの手だから、これもメロディなのね。だから、うっぱ、あ、うっぱ、うっと、うっぱ、うっぱが、うあ、これは頭に運んでいくんだけど、その手前でメロディーにして最後3連でなだれ込むといいよっていうのが6番。ワン、ツー、スリー。
こういうふうにフレーズがこう合いの手からフレーズに変わって3連で押し込むみたいなさ、みたいな感じで最後加速して押し込むっていうのはたまにやりますが、基本的にはやっぱこういうフレーズの方がまあメロディーに合いやすいってことですね。だからなんかシャッフルからジャズをやってる人がこう3連をやるとすごいこうフィルインがうるさいとかフィルインがそう適切じゃないって言われがちなのは、3連のフィルばっかりやっちゃうからなんですね。8分音符、要は弾んだ8分音符でメロディーを歌う、その最後のメロディーの締めくくりをして頭に押し込んであげる、その時に最後に3連使うのはいいけど、なんか長い三連符なんかを使うとうまく合わなくなるんですね。コンセプトが違うんですよ。だからルック系のフィルインとかとはちょっとコンセプトが違うので、メロディーでこう区切れをそこにこう押し込んでって、こう要は縦であんま合わせないんでジャズって、こう向こうのこのフレーズの最後の到着点に向かってフレーズを紡いでいくみたいなイメージなんですよ。だからフレージングでフィルインをしなきゃいけない。だからシンコペーションブックとかみんなやるし、シンコペーションブックとかで繋いでいくとうまくいく。だから3連系のフィルっていうのはあんまり使わないというのが、まあ僕の今までの経験上の、お話でございました。これが絶対正解じゃないんだけど、まあ自分も苦労したんですよ。3連バンバン入れてると、なんかジャズっぽくないねって言われて、でもジャズって3連って言うじゃないですかとか思いながらね、みんな思ったと思うんですけど、コンセプトとしては8分音符でみんなメロディを紡いでるから、8分音符を感じさせる3連だったらいいですよ。でも3連じゃなくて8分音符でいけたら8分音符でいきましょうねっていうのが、ジャズのフィルインのコンセプトでございます。というわけで、お分かりいただけましたでしょうか。難しいですね。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。